前の市長で川崎市ただ一人の名誉市民、金指富士太郎さんが亡くなりました。84歳でした。遺徳をしのぶ初めての市民葬儀が去る1月21日市体育館でしめやかに行われました。人間文明の創造に向けて黙祷の後、葬儀委員長の伊藤市長をはじめ各界代表、友人代表が弔辞を読み上げ、個人の冥福を祈ります。ただただ痛恨の極みであります。大正から昭和へ、特に戦後の復興に力を注ぎ、川崎発展の礎を築いた功績は高く評価されています。一人一人の胸の中に永遠に生き続けることでありましょう。私はあなたの遺訓を心の支えとして市政執行に心血を注ぎますことをご霊前にお誓いするものであります。この日参列した市民はおよそ3000人、一人一人白い菊の花を捧げ別れを惜しみました。